ビアデイルのラジオにて。皆さんこんにちは。テレビアニメリアデイルの大地にて、ケイナ役の雪村えりです。この番組はテレビアニメリアデイルの大地にてを盛り上げるラジオ番組です。作品と同じように笑いあり涙ありの充実したのんびりライフが過ごせるよう、皆さんからのいろいろなご提案を受けつつ徐々に成長していきたいと思います。ということで今回は最終回です。なのでゲストさんなしで私一人でお届けいたします。アニメ全12話が放送済みなのでネタバレを気にせずお話ししていきたいと思います。ということで一人ラジオが年末のプレ配信以来ということで、いやもうなんだろう、ちょっと不安があるんですが、ちょっとねゲストの皆さんに助けていただいてばっかりだったので、でも今回はねたくさん本当に普通歌とかも皆さんリア友の皆さんが送ってくださったので、普通歌をねメインに紹介していったりとかしてね、ちょっとおしゃべりしていきたいななんて思います。ということで、まあ、まずは最近の近況トークなんですけど、私携帯を買い替えたんですよ。13にでカラーもですね新色が出てて、その新色でグリーン黒い深緑が新色らしいんですけど、それをいただきました。それあんまり気にしてなかったんですよね。カラーなんて私カバーに入れてしまうので気にしないタイプなんですよ。別に使えりゃどうでもいいかなみたいなノリで買ったんですけど、なんか私の友達はすっごいその13の深緑がもう鬼欲しかったらしくって、なんか深緑変えたら透明のカバーガラスに入れるよぐらい、なんかすごい熱い気持ちを話してくれたんですけど、その人が買う時はなんか売ってなかったみたいで、深緑がすっごい悔しがられてしまって、なんかすごくなんだろう、申し訳ない気持ちになったんですけど、まあ、せっかく新しくなったのでね、あったかくなってきましたので、お花だったりとか写真撮ったりなんかしちゃったりして、なんか皆さんにいつかお届け、なんか直目とかでねお送り送って共有できたらいいななんて思います。さてそれではラジオを始めていきたいと思います。よろしくお願いします。リアデイルのラジオにて。まずは番組に届いているふつおたをご紹介します。リア友ネームシロサギさんからいただきました。ありがとうございます。エリチこんにちは。こんにちは。リアデイルの大地にてアニメ放送およびリアデイルのラジオにておよそ3ヶ月の間お疲れ様でした。毎週楽しませていただきました。これから水曜の23時にリアニメストアで2周して、地上波でまた2周するルーティーンもなくなると、あーそんなしてくださったんだなると寂しいものですね。12話の中でケーナに多数のつながりや家族も増えつつ、お酒の強さは変わらずだったり変わったり変わらなかったりの様々な物語がありましたね。そんなところがリアデイルらしくていいなと思いました。ケーナももちろんですが、個人的にはスカルゴ様の暴走っぷりをもっと見たいので、いつか次の機会があることを願おうと思います。改めましてエリチ、スタッフの皆様ありがとうございましたとのことです。じゃあこれ続いてご紹介しますね。リア友ネーム1回の数学好きさんからです。ありがとうございます。雪村さん、スタッフの皆さん、こんにちは。こんにちは。最終回見ました。もう最終回が終わったんですよね。あの顔文字のわーって顔ですあっという間でした。時空を歪める魔法技能とか、いやさすがにケーナでも持ってないですよね。冗談はさておき、最終回もとても素敵でした。スカルゴは安定のマザコンですし、ケーナはやはりすごいですし、リットちゃんは相変わらず可愛いですし、ルカちゃんも可愛くなりましたし、羊の二人の喧嘩はもはや微笑ましいですし、全てあげるとキリがないのでこの辺にします。さてリアデイルの大地にて、アニメはもちろんラジオ生配信、雪村さんのスタジオ探検も含めとても楽しかったです。自分は原作を知らずに見始めたのですが、最近原作の序盤の方は読みましたがとのことです。本当に見始めてよかったと思います。
スタッフの皆様、キャストの皆様には感謝でいっぱいです。本当に本当にありがとうございました。本音はアニメもラジオもまだまだ続けていきたいですが、それは2期まで待とうと思います。それではいつになるか分かりませんが、リアデイルの大地にて2期でまたとのことです。ありがとうございます。わー、一気に紹介させていただきましたが、このようにすごく中には見ましたっていう感想をたくさんいただきました。本当にありがとうございます。いや、シロサギさんがおっしゃっていたように12話の中でそのケイナが一生懸命っていうわけでもないのかな、マイペースに自分の旅を続けていく中で出会っていく仲間たち、私もそのやっぱ収録現場で出会う人たちで一緒にアレコしていって出会ってっていうのを続けていったんですけど、本当に一緒に旅をしているようで楽しくって、それが本当になんか終わってしまうと思うと本当寂しいですよね。数学好きさんがおっしゃってる通りに、本当にルカちゃんも可愛くなって、最終回でたくさん喋るようになって、お母さんっていうのをためらっているところとか、きっともう皆さんも大苦しんだんじゃないかなとか思うんですけれども、なんか本当に続きが気になりますよね。ルカちゃんも家族になったばっかりですしね、守護者の塔でしたっけ、もうまだ見つけられてない塔とかもね、たくさんありますのでね、なんか私もね、2期を待ちつつ、なんつってなんかねできたらいいですよね。でも本当にありがとうございます。まあ、D アニメストアとかでもたくさん見れますので、たくさんたくさん見返してくださると嬉しいです。よろしくお願いします。はい、じゃあ続いてリア友ネームしのさんからです。ありがとうございます。えりち、こんにちは。こんにちは。リアデイルの大地にて主演お疲れ様でした。リアデイルのラジオにてと合わせて毎週の癒しになっていました。早速ですが、エリチのリアデイルの大地にて全体や演じられたケイナのお気に入りシーンをお聞きしたいです。挙げるとキリがないので、団長の思いで一つだけ選んで述べさせていただくと、私は第10話のプレイヤータルタロスさんの名前を聞いて、タルタルソースと笑うケイナがとても大好きです。エリチのお気に入りシーンはどこでしょうか。アニメの放送が終わってしまい、とても寂しい気持ちでいっぱいですが、裏を返せば楽しいが溢れていたということでもあります。楽しい時間を本当にありがとうございましたとのことです。こちらなんですけれども、似たような内容のお便りがございますので、続けてご紹介させていただきます。リア友ネームチャウンさんからいただきました。ありがとうございます。雪村さん、こんにちは。こんにちは。毎週あっという間の1話で楽しく癒されました。そして気がつけば最終回、相変わらずの3兄弟から始まり、ケイナも相変わらずの二日酔いと、とても最終回とは思えなく、アイキャッチも一本取られました。アニメ最終回なんですね。そんなケイナの冒険はリアデイルの大地にてで続いているので、漫画や原作小説を読みながらまた会える日を願っています。ケイナのコロコロ変わる表情が大好きで、いろんな表情と感情を見せてくれるたびにどんどん好きになっていきました。個人的には表情がだれている時と、三兄弟や親族に怒っている時が生き生きしててお気に入りです。雪村さんは印象に残っているまたはお気に入りの表情や感情表現などあれば教えてください。 PS、 オンラインくじの未婚の母ウェディングドレスバーというインパクトの強さ、可愛くてついつい引いてしまいましたとのことです。ありがとうございます。わー、オンラインくじまで引いてくださった。いやー、12話の中でケイナのお気に入りのシーンか、なんかこうやって改めて考えるとすごくいっぱいあって難しいなって思うんですけど、そうですね、1個じゃないとして、まずすごく個人的に楽しかったのは、孫さん、ケイリックとケイリナさんと出会って、私ケイナちゃんがケイリナちゃんを雪だるまにするシーンあるじゃないですか。あとそのケイリックとちょっと悪だくみをしてヒヒヒヒって笑うシーンは、個人的になんかあれ作画も結構割と悪い顔めっちゃしてるんですよね、ケイナちゃんが。だからすごい思った以上に悪い感じだったんで、なんかなかなか私が演じる上でのはっちゃけるというか、その超える
芝居をしたのがこれが初めてだったので、全力で楽しく演じさせていただきました。だから笑ってあーはーはーってケイリナを雪だるまにしてから高笑いするシーンがあるんですけど、その後はハハハハって笑うシーンとかは楽しくやって、なんかケホケホってアドリブもちょっと入れてみたりでしたりとかしましたし、あと一番思い出に残ってるのが最終回になるんですけど、ルカちゃんとリットちゃんと一緒に大きいネドラゴンさんに乗って私が空を飛ぶわけじゃないですか。その飛んだ時にその2人に向かって、その広い大地、イリアデイルの大地を見せた時に語るセリフがあるんですけど、これ私がオーディションで使ったセリフと同じセリフなんですよね。これが、どこまでも行けるんだよみたいなのを、オーディションの時にやらせてもらって、でそれでディレクションさせていただいた時に、その2人に語りかけるようにみたいな感じで言われたので、そこをすごく大事に演じさせていただいたのが印象に残っていて、それが最終回に来た時には、あ、ここで言うんだみたいな、なんか感慨深い気持ちになって、なんかより思いを強くその2人に伝えることができたのかななんて思ったりします。だからすごく印象に残っているセリフなのでお気に入りです皆さんもね、たくさんセリフというか、まあ、シーンたくさんありますので、お気に入りシーン見つけてみてください。はい、ということで、オンラインくじもうこちら趙雲さん引いてくださったということで、私ちょっと写真見せてもらったんですけど、ケイナちゃんがめちゃめちゃ可愛いウェディングドレス着てましたね。なんか私もちょっと欲しくなっちゃった。なんか10連ガチャもあるっていうの聞きましたあれはちょっと私も欲しいななんて思うので、こちらなんか4月5日までできるのかなということらしいので、ちょっと皆さんご興味のある方はぜひぜひガチャガチャしてみてください。よろしくお願いします。はい、では続いてのお便りいきたいと思います。リアトモネーム夢見るだるまさんからです。ありがとうございます。雪村さん、こんにちは。こんにちは。最後のアイキャッチ、主演が終演を務めます。つい薬と笑ってしまいましたが、なんだかんだと前は楽しみにしていたこともあり、これで最後かと思うとちょっぴり寂しいような気もします。すっかり恒例となりましたが、今回も収録の裏話などありましたらぜひ聞かせてくださいとのことです。ありがとうございます。そうなんですよ、これね、これ大変だったんですよ。本当にすっごく大変だったんですよ。いや、もうもう私確か1話と2話とりあえずそれ以降ずっと私のアイキャッチがなくって、よしよしって毎回台本見ながら一安心一息ついていたんですけど、まあ最終回だから来るだろうみたいな、まあ、てか柳瀬監督に最終回は主人公ですからありますよって言われた時に、あーそうですよね、ありますよね、あー考えておきますみたいな感じで言って、もう台本確認より真っ先に V 確認して、どんな映像なんだとか思ってそしたらね、あんまり動きもないしな、どうしようかなと思って、その台本の一面にとりあえず私の思えること全部ガーって書き連ねて、一番自信があったやつが多分これだったんですよ。だからこれをまず堂々と一発目に確かやったんですよね。そしたらなんか笑わないですねって言われてしまってダメ。でも本当にもういろんなのやって、もっとあんでしょみたいなまだあんでしょみたいな言われて、たくさん書いてあんじゃんそれみたいな言われて、でも、ね、違うんですよみたいな感じで言って、で確か監督に最後に、なんでなんか私にだけなんか冷たくないですかって、私の心の声をつぶやいたら、それを笑ってくださって、それでって言われて、え、それのいいですか、全然関係ないですけどとか言いながら、監督冷たくないですかって言って、はい OK ですって言って終わった記憶があります。なんだそれって感じですよねみなさんはこのね、主演が主演を務めますで終わってると思うんですけど、私は監督冷たくないですかで終わってるので、もうちょっとね、2期がもし万が一あったとすると、もうそのアイキャッチだけがちょっと不安なので、それはね、ちょっとね
まあちょっとリアデールの広い大事にねそれは置いといてまあね一度もう二度とないようになんてことを願ったりなんかしますけれども、まあそういう感じです。まあでも本当いい思い出ですよ。こちらも本当皆さんすごい面白かったですもんね。天才的だなと思いました。毎度毎度見てもっと勉強しなきゃなって、笑いってなんだろうって改めて感じました。哲学ですよね笑いって。はいじゃあ続いてのお便りいきたいと思います。リア友ネーム富士さんからです。ありがとうございます。先日最終回を迎えたリアデールの大地にてに続き、リアラジも今回で最終回、寂しくなりそうです。雪村さんの主演作ということで、ラジオだったりアニメ制作現場の見学だったりと様々なご経験をされたかと思います。特にラジオに関しては生配信があったり、たくさんの方がゲストとして来てくださったり、お一人で回されたこともございましたが、振り返ってみて印象に残っている回はございますか？よろしければお答えいただけますと幸いです。ちなみに私はトゥルーさんがご出演された第4回です。お二人がお話しする際でトゥルーさんは主題歌の観点から、雪村さんはケイナの観点から作品への解釈を深めてくださった素敵な回だなと感じました。最後になりますが、今まで本当にお疲れ様でした。ケイナと雪村さんのますますのご活躍をお祈りしておりますとのことです。ありがとうございます。プレ配信から始まって、2021年12月29日ですねから始まって、でゲスト皆さん来てくださって、フェルスケールお母さん通信があって、でスタジオ探検もあって、リアデールの大地にてのんびり楽しい生配信タイムを3回やらせていただきました。本当にありがとうございます。本当にいっぱいあって、ゲスト来てくださったやつ本当にもう皆さん本当楽しかったんですよ。皆さんすごく優しくて、お話も本当尽きない状態で、アフレコであまりお話できなかった、現場でお話できなかったのをちょっとここでね埋め尽くすように、たくさんたくさん仲を深めさせていただきました。でもなんか選ぶとしたらな、のんのん高岡のんさんが来てくださった時は本当にすごく仲良くなりたいなって思って個人的に、私がちょっとダジャレが好きなので、すごいんですよ、高等技術を持ち主なんです。だからちょっと弟子になりたいなっていう意味では、そののんのんの第11回かかなというのと、でも私もそうですね、やっぱりトゥルーさんと田所あずささんが来てくださって、そのオープニングエンディングのお話をさせていただいた時はやっぱりすごくなんか勉強になったというか、なんかすごくためになるお話をさせていただいたなっていう風に思います。なんか二人とも歌ってる曲というか、歌ってることに関してはやっぱり幸せだったりとか、もちろんリアデールの大地にてに関することだったりとかも合わせていろいろ考えて歌ってくださってるのに、こんなにも捉え方が違ったりとか、なんか幸せってどういうことなんだろうみたいなのを突き詰めていった違いがこの歌になんか現れていて、でもどちらとも素敵な曲でみたいな、なんか、はあ、奥が深いなってすごく思って、なんかぜひぜひもっともっとお話しさせていただきたいななんて思いましたし、トゥルーさんとはねそのリモート収録でしたので、いつかまたちょっとお会いできたらいいななんて思ったりしますね。本当にたくさんの経験をさせていただいて本当にありがとうございます。本当皆さんもねたくさんのふつおたをありがとうございました。以上ふつおたでした。リアデールのラジオにてほっこり1グランプリ、笑いあり涙ありなリアデールの大地にては、見ていてとてもほっこりする作品、この番組でもほっこりをお届けするため、皆さんからほっこりした日常のエピソードを募集紹介していきたいと思います。ということで今回こちらのコーナーも最後なんですけれども、いろいろなほっこりエピソードをご紹介させていただきました。ほんとたくさんあったんですけど、一番のお気に入りって言ってもな、やっぱなんか心がほっこりするのはな、やっぱ個人的なことになっちゃうと、ほんとやっぱまあ姪っ子がいる分やっぱりお子さんのことだったりとかはすごく心にくるなというふうに思うんですけれども、もちろんねお年寄りのことだったりとかね、動物だったりとか本当にいろいろあったので、今回もお便りでほっこりしていきたいと思います。
リア友ネームネムシュさんからです。ありがとうございます。エリチこんにちは。こんにちは。突然ですが、先日私の先輩が無事子供を授かったそうです。おめでとうございます。元気に生まれたそうで、今は日々の育児に追われています。そんな先輩を交えたオンライン会議があったのですが、ちょっと早めに終わったので、残り時間は先輩がカメラをつけてくれて、みんなでお子様鑑賞会を実施しました。ぐっすり寝ている姿でしてね、感服でございました。やはりベイビーは宝物です。ほっこりした気持ちでその日のお仕事も頑張れましたし、エリッチのメイちゃんは元気にしていますか、とのことです。わー、ありがとうございます。そっか、いいですよね、やっぱりお子さんはね、いいな。なんかカメラでリモートで、そうなんですよ、カメラ越しでもあんなに尊いんですから、直接見たら本当にめちゃめちゃ尊いんですけれども、最近の雪村メイちゃん、メイちゃんはですね、メイ2番、メイ2がですね、歩くようになりまして、ついに歩くようになっちゃったんですよ。言葉も多分ママ、マンマンマンマって言ってるね、多分ママのことを言えるようになって、美味しいですかって聞くと、はいって言うようになったんで、ハテナマークをつけりゃ、はいって答えりゃいいっていうのを認識し始めた頃になります。本当にタッチして歩いてっていう姿が本当に尊くてですね、まだ今7歩ぐらいしか歩けないんですけれども、その姿がですね、立って、なんかやっぱりバランスを取るためなのか、両腕を上げるんですよ。両腕を頭の顔の近くに上げて、なんか力持ちみたいな形でこうやって歩くんですよね。はぁ、かわいい。私の iPhone の携帯の待ち受けもめいっこちゃんです。ということで続いてのお便りいきましょう。リア友ネームエルノアさんからです。ありがとうございます。雪村さん、こんにちは。こんにちは。以前関東で雪が降った日の帰り道のことです。帰路の途中に公園があるのですが、そこで雪合戦をしている2人組がいました。最初は学生さんかなと思っていたのですが、よく見るとスーツ姿の男性2人でした。おそらく新入社員ぐらいの年齢の方たちだったのですが、童心に帰ったかのようにはしゃいでいる2人のギャップに思わずほっこりしてしまいました、とのことです。ありがとうございます。わー、そうですね、以前関東で雪降りましたね。寒かったですけど、皆さん大丈夫でしたか。もう雪村はね、雪降ったねなんつってね、なんか私なんか最近マネージャーさんにも言われたんですけど、リアクションがおばあさん臭いらしくってですね、なんかあら降ったねみたいなことを言ったら、なんかお姉ちゃんになんかババアみたいなリアクションだねって言われたんですけど、いやー、そうなんですよ、寒いからね、私はね、ちょっとモコモコした服でちょっと触りに行ったりなんかして、雪の結晶とか見るのもちょっと最近知って、最近ってか、その降った時に姉に教えてもらって、雪見えるんだよっていうのでね、ちょっと童心に帰ったかのように、わー綺麗だねって言ってテンションが上がった記憶がありますね。このね、新入社員の方もきっとあれだな、イエーイっつって新しく会社決まって、どうなんだろう、会社決まったのかな、内定が決まった時期がわからないけど、まあきっといいことあったんだろうな、美味しいお肉でも食べたんでしょう。まあそんな感じ、あ、会社がそういうことか、イエーイやったぜってことでね、ハメを外されたのかなそんなハメを外されて、いやー、いいことだ、いいことだね、ちょっとね、風と怪我には気をつけていただいて楽しんでくださいはい、じゃあ続いて、リア友ネームアドミラルさんからいただきました。ありがとうございます。皆さんこんにちは。こんにちは。先日祖父の家に行った時の話です。直前にアルバムを整理したそうで、遊びに行ったら私の小さい頃の写真をたくさん見せてくれました。私の誕生日が端午の節句ということもあって、昔は祖父の家で庭に鯉のぼりを立ててもらっていました。見せてもらった写真には鯉のぼりに手を伸ばす私と祖父が写っていました。久しぶりに昔の話をしてとてもほっこりしました。今は鯉のぼりを立てていた場所に梅の木が植えてあって、先日花が咲きました、とのことです。わー、ありがとうございます。いいですね、おじいさんのお家に行って来たんだ。私もお正月になると祖母の家に行って昔話をして
見たりだったりとか、お祖母が習字のてか字がすごくお上手だったので、なんか教えてもらったりだったりとか、なんかすごく可愛らしい祖母で、私もすごく行くのが楽しみだったりするんですけど、なんだろう、そうやってなんか遊びに行ったりすると、ほんと時が戻ったかのように、なんか落ち着いたりだったりとか、ほっこりしますよね。そういうのがなんかあるんだろうな、きっとおじい様のね中にとかね、私のおばあちゃんの中にだったりとかがあるんだろうな。いやー素敵、梅の花か、春ですね、いいなおばあちゃんっぽいって言われちゃいましたけど、いやでも本当にいいなと思いました。こうやって鯉のぼりかね、素敵だな。なんか私もな、イベントごとで、あーやらなきゃな、私もあるでしょ、未来はいろいろなんかイベントがある、あるはずだから知らんけどあるはずだから、ちょっとね七夕とかあたりとか、そう私昨年だったかその前の年だったか、七夕のしましたよみたいなことをやりたくって、でも竹がなかったんですよ。だからしょうがないなと思って、洗濯バサミに願い事を吊るしてお願いしたんですけど、願い叶ったのかしら、あんなんでどうなんだろう、ああいうことってすると怒られちゃうのかな、彦星様とかに、ちょっと竹でしょみたいなね、洗濯バサミってどういうことなのって言われちゃうかもしれないから、ちょっといつかねちゃんとした竹のところに吊るしておきたいと思いますはい、ということでこちら以上となります。読んだ中からほっこりワンを決めたいと思います。どうしよう、これ毎度のことなんですけど本当に難しいんですよね。どうだろうな、みんな可愛かったけど、アドミラルさんかな、やっぱり過去に戻った気持ちになってほっこりさせていただいたので、うん、決めました。ということでほっこりワンのメールはアドミラルさんです、おめでとうございます。わーい、はい、ということで今回も特に何かあげるとかはないんですけれども、感謝を伝えてほっこりワンの人をほっこりさせましょう。いきます。アドミラルさん、おじいさんの家に行って昔話たくさんできてよかったね。じゃあまあ自分がね子供ができて、そしたら今度はそのお子さんにたくさん昔話とかしてあげて、ほっこりを広げていきましょう。はい、もし子供いたらどうしよう、ごめんなさい。ということでありがとうございました。以上ほっこりワングランプリでした。おすすめリア充プラン、リアデイル、リアデイル、リアジュール、リアジュール、リアジュー、ということでリアデイルのもじりから生まれたコーナーです。リアデイルでのリアジュー生活を送るため、皆さんからどうしたら私の実生活が充実するか、その充実プランを募集するコーナー。リスナーさんの最近のリアジューな出来事もご紹介していきます。はい、ということで学べるのも今回がラストですので、しっかり最後まで学んで行きたいなと思います。じゃあ早速紹介していきますよ。リアトモネームジャンパーソンさんからです、ありがとうございます。ヘリチお疲れ様です。お疲れ様です。リアデイルの第一日程が始まってから、毎週水曜日はラジオを聞いてからアニメを見て、木曜金曜日はラジオに送るコーナーのネタを考えるのが日課になりました。とても充実した楽しい3ヶ月間で、まさにリア充の日々でした。リア充というのはリアデイルの第一にてという作品に触れることだったんですね。私はリアデイルのおかげでリア充になれました。なのでこれからもたまにアニメなどを見返してリア充になりたいと思います。そして最後に質問です。この3ヶ月間の間での、雪村さんのリア充エピソードをもしありましたらお伝えください。そうですね、私はその映画、友達とね友達と映画を見に行きましたよ。はい、わー優しい。そう、ウエストサイドストーリーってやつをね見に行ったりなんかして、あと友達に教えてもらったおにぎり食べました友達、なんかその友達がすっごくおにぎりに詳しくって、
コンビニのおにぎりにはいろんな種類があるでしょ、海苔とかもいろんな違いがあるでしょ。でも鮭を食べるんだったらこのコンビニ、塩おにぎりを食べるんだったらこのおにぎりコンビニ行ってみてって言われたんで、私はもうその言われる通りにもうそのコンビニに行き、そのおにぎりを買って食べてみた。すごい美味しかったんでちょっと紹介したいんですけどあのセブンイレブンのあのお高い鮭、四角くって海苔がまだちゃんと巻かれてないんですよ。三角形じゃないですかおにぎりって。でもそうじゃなくてちょっと四角で、海苔がちょっとあのサンドイッチみたいにペッて、タコスのやつみたいにペッて、なんか下にクエッて、なんか説明下手くそだな、まあ、とりあえずまああるんですけど、まあ、それを買ってみてください。ちょっとお高いんですけど本当に美味しいです。びっくりしました。鮭は大きいし、海苔は香ばしいし、お米はポロポロしてて美味しいしみたいな感じなんです。本当に皆さん食べられたことあるかしら。炙り焼き紅鮭切り身ってやつですそうです、そちらを買って食べてみてください。本当におすすめ。いいよね、どこのおにぎりも美味しいけどね、ちょっとそこおすすめなんで。それがリア充エピソードって言われちゃった。なんかありますかね、リア充エピソード。近所の奥様とお話ししたんですけどそういうのもダメですかなんか駐輪場新しく変えたんで、その奥様とお話ししたんですけど、すごい優しい方で、名字同じだねって言って、わー嬉しいって話したんですけど、それはおばあちゃんエピソードだってあれですよ、リア充って人と関わることだと思うんです。だってリアデイルの大地にだってたくさんね、いろんな人とね交わってね旅をして、でリア充になっていくわけじゃないですか。私だっていろんなものと出会ってね、奥様とお話をしてリア充になったんです。はい、次リア友ネームラノンさんからいただきました。ありがとうございます。雪村さんこんにちは。こんにちは。アニメ並びにラジオへのご出演お疲れ様でした。さてこのラジオの思い出といえば何でしょうか。そう、スクワット。私はもともと筋トレを好むかなものでしたが、このラジオをきっかけにスクワットを意識して増やしてやっていました。足幅はもちろん重りを持ってやったり片足でやったりと、意外と奥の深い種目であると改めて思いました。今では職場の建物を7階まで階段で上がって楽しく通勤しています。今ならホームベアもキックで倒せるかも。リア充にさせていただいてありがとうございました。うわー、筋肉の人だ、すごい。7階、建物7階ってだいぶじゃないですか。うわー、すごいね。スクワットって片足でできるんですか知らなかったんですけど、倒れません？倒れますよね。はあ。ホーンベアなら倒せると思います。ラーノンさん、私に代わってちょっと倒していただけると嬉しいかもしれない。すげー、筋トレか。いやそうですよね。いや分かってるんですよ、努力って大事だよねって。いや私もねちょっと最近ね頑張ろうって思って、なんかあの朝起きたら足をまず起きないで足をぐるぐるさせてみたいなのをなんかお姉さんが動画で教えてくれてたんで、あの頑張ってた時期もあったんですけど、ちょっとなんかね寝覚めが悪い気がしてなんかわかんないんですよ。きっと気持ちよく起きられると思うんですけど、なんて呼べんだろう、そっちより二度寝の方がまあなんだろう、ちょっとリア充に向いてんのかななんて思っちゃったり。そうですね、いいと思います。頑張って、足だけじゃなくてね、今度はあれいいんじゃないですか、腕でなんだろう、ペットボトルなんかをダンベルなんかにしちゃって持ち上げなったりなんかしちゃってね、ラノンさんで、ちょっとこれ以上話は広がらないんでね、次に行きたいなって思います
リア友ネーム池田さんからです。ありがとうございます。アニメの放送もリアラジも終わってしまう。もう充実した生活なんて無理なんだ。あ、これは今日2022年3月30日水曜日発売のリアデイルの大地にてブルーレイ &DVD 第1巻。これがあればいつまでもずっとリア充。第2、3巻も好評予約受付中。ありがとうリアデイルの大地にて。はあ、ありがとうございます。マイク落としてくださってすごいですね池田さん、元気いっぱいだ。ちょっと私さっきの筋トレのメールでもう心が疲れちゃったからちょっとなんかテンションについていけてたかしら、大丈夫かしら。こんな宣伝までしていただいちゃって、え、嘘でしょ。今日2022年3月30日水曜日に発売するリアデイルの大地にてブルーレイ &DVD 第1巻があるんですか。これはもう買うしかないですねはい、紹介は以上です。3ヶ月で皆さんリア充になったようですね。雪村は、え、だから雪村リア充になったでしょ。さっきのお話したじゃないですか。なんでスタッフさんには伝わらなかったんですか。もうリア充になってますって。もう奥様とお話しして、おにぎり、美味しいおにぎりも食べて、ほらもうリア充ですよ私もね。そしてもうお手元にはリアデイルの大地にてブルーレイ &DVD があるんですからもうこれはリア充間違いなしですよ。もう素晴らしい、ありがとうございます。もうこの全放送を通して雪村のこのリア充度がもう上がりに上がって、もうマックスまで達してしまいました。これ以上ない幸せでございます。本当たくさんのメールありがとうございました。以上、おすすめリア充プランでした。リアデイルのラジオにて幸せの形背伸びも混ぜて描いた。永遠に枯れることのない花のグレを原色の箱に。そろそろエンディングのお時間です。リア友の皆さん、今までお付き合いいただきありがとうございました。いかがでしたか。いやもう雪村は、なんだろう、ラジオも通してですけどもね、アニメもなんか今思い返してみると、あまりね今回ちょっと本編でアニメのことでお話できなかったんですけれども、あの目が覚めて村の中に行ったと思ったら、なんかもうあっという間に村のみんなと仲良くなって二日酔いするまで飲んで、でリットちゃんとはねお星様のバッジをねあげてみたいな、すごく仲良くなってから息子娘と会って、孫なんかも出会っちゃったりして、妖精さんもね出てきましたよね。いやー、初め出てきた時はどんな感じになるのかなって思ったんですけど、あのケイナちゃんにぴったりくっついて、表情とかもねケイナちゃんにちょっと真似てお顔が一緒になってて、すごく可愛らしかったですしね。えデンスケとマイの恋路は本当に気になりますし、いやー、ほんといろいろあったな。人形さんのお歌もすごい綺麗でしたよね。あの歌はあの収録の時で時点ではあのなんて言えばいいですか、仮歌さんのお歌しか聞けなかったんですけれども、本編でニノミーのお歌を聞いて、あー素敵素敵な歌声と思いながら楽しませていただきました。いつかねクリーニングしてもらいたい、耳に綺麗になるんだろうなあれね、すごいね。だってあったりとか、まああと他のプレイヤーの方たちとも出会って、いろんな名前の人いましたよね本当にね。でそれでネカマでしたっけ、その子とも出会ったりだったりとか、と一緒に戦ったそのゾンビのね幽霊戦だったりとかもすごく思い出深いです。忘れてた、そう口笛ができない問題あったんですよ。なんかあ、今できる。あのなんかピューってすごいやるじゃんみたいなのをやるときにやってくださいって言われて、私まさか言われると思わなくって、口笛でそれがちょっとできないかもですって言って、ちょっと時間を使ってしまったんですけど監督さんに、え、口笛できないのって言われてしまって、もうそこからもうずっと私は口笛のできるように旅に出かけるぐらい本当にめちゃめちゃ時間かかったけど、でもそれすごく思い出です。ちゃんと乗っててよかった、音が不安でいっぱいだったんですけど、
それだけね、本当に前は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 本当に思い出いっぱいの、はあ、アニメでした。本当にありがとうございます。ということで、それでは最後にリアデイルの大地にてからお知らせです。まずは主題歌情報です。トゥルーさんが歌うオープニングテーマハッピーエンカウントは好評発売中。田所あずささんが歌うエンディングテーマ箱庭の幸福はデジタルシングルとして好評配信中です。続いてサントラ情報です。テレビアニメリアデイルの大地にてサウンドトラックが本日3月30日に発売です。オープニングとエンディングテーマのテレビサイズ、ミミリーが歌う挿入歌のマザーオブパールも収録されています。ぜひチェックしてくださいね。続いてパッケージ情報です。ブルーレイ&DVD 第1巻がこちらも本日3月30日に発売です。1話から4話を収録。特典は原作イラスト天魔祖先生書き下ろしアウターケース、アニメ書き下ろしインナーケース、原作しず先生による書き下ろし小説スペシャルブックレットと特典満載です。ぜひお求めください。そして第2巻が4月27日、第3巻が5月25日に発売するので、ぜひチェックしてくださいね。続いて原作情報です。原作小説は現在第8巻まで、コミックウォーカーウェブデンプレコミックにて好評連載中のコミックは現在第4巻まで発売中。アニメを見て面白かったと思った方はぜひ原作で続きをお楽しみください。最後に動画番組情報です。アニメを作ってくださっている魔法フィルムさんを探検する動画、雪村えりのスタジオ探検全8章が配信中です。ぜひ見てください。以上お知らせでした。ということで、全14回お届けしてきたリアデイルのラジオにて今回で終了になります。本当にたくさんお話しさせていただいて、ゲストの皆さんにもね、たくさんお話をお聞きすることができて、仲も深めることができて、そしてリア友の皆さんとね、こうやってお便りを通してですが、たくさんね、なんかリア友が本当に増えたようで、すごく嬉しくて、経験にもなって、いや、一人ではね、その作品ラジオは初めてでしたので、緊張でしたりとか不安もいっぱいあったんですけれども、スタッフさん含め皆さん本当に優しくしていただいたので、まあなんだろう、座長として本当に収録現場では本当に何もできなかったんですけれども、なんか生配信で MC をやったりでしたりとか、そうやってやってね、なんか経験を積ませていただいたことで一歩成長もできたのかなとも思いますし、なんかまだまだ至らないところもあるので、そちらはね、今後私が皆さんの前で活躍というかをお見せできるようにこれからも精進していきたいななんて思います。声優としては何でしょう、なんかまあでもお芝居の幅は本当に、私はリアデイル、そのケイナちゃんを演じさせていただいたことによって、その周りでのね、皆さんのお芝居を聞いて、またさらに何だろう、こういうお芝居の仕方があるんだなっていうのを学ばせていただいたなと思いますので、そのこちらを糧に今後ももっともっと成長していけたらいいななんて思いますので、ぜひぜひ皆さんも応援していただけたら嬉しいです。よろしくお願いいたします。こちらの、リアデイルのラジオでしたりとかスタジオ探検などはですね、アーカイブが残りますので、こちらもたくさん見てください。チャンネル登録と高評価もよろしくお願いいたします。コメントもぜひ書き込んでくださいね。以上、お相手はリアデイルの大地にてケイナ役の雪村えりでした。ありがとうございました。バイバーイ。